さあ今回も行ってみましょう2本なんですけども1本目は石丸真嗣さんまた石丸かよってこう言われそうなんですけどもいや最近ねちょっと動きがありましたんでそれもねご紹介しましょう若干持ち直したと言いますかマスコミがね再び手のひら返しをした感じでポジション落ち着いた感じでございますそして2本目普段と全く違うね話なんですけども奇妙な旅チャンネルと書きました、うんまあ、ちょっと奇妙っていうのはねおかしいかもしれないんですけどもあのー、実はね旅チャンネル、うん、新たにこう発足しました旅チャンネルを発見したんですけども 新疆ウイグル自治区をいきなりこ紹介してるんですでそこでは楽しそうな人々がいっぱいいるとうんなんとなくねん何なんだろうって、はい、これも後から説明しましょうさあ1本目なんですけどもまずは石丸さんねこんな形でグッと見ておりますけどもさっきね冒頭で言いましたようにずっとね 根性ししてて上がってきましたそして選挙ありましたそしたそて選挙の特番であの対応をしてダーッとなんやお前はって感じになったんですけどもさあこれで一気に消えるかと思いきやまあさすがにそんなことはないですわちょっとね最近の論調変わってきたんです例えばこれこの前ねたけしの TV タックルに出てましたねそれをデイリーが取り扱ってるんですけどもたけし選挙特番ガツンの石丸真実と共演そりゃ怒るような芸能界の間抜けな文化人面が文句言ってるけどという、ね、そんなこと書いておりまして要はねこれをね たさんんが言ったんですよ俺はそれ見てて自分のことと比較すると身につまされたそりゃ怒るよな同じ質問ばっかりでと語ったその上で「ただ石丸さんが政治で有権者をまとめていくためには何でそんなことも分からねえんだ」っていうようなことまでもちゃんと誠意を持って答えたふうにしないと結構世の中っていうのは動かねえっつうのはあるねと語ったとはいこれ見ておりました。 でねさすがに石丸さんもねもうテレビに出た時にあんなふざけた対応はしません分かってますよ彼はしかもブレーンも釘刺したんでしょうねあの対応はまずいと普通にちゃんと対応しなさいとですから今回ねこたけしそのまんま東あ,あとはまあ阿川かな阿川とかあとは大竹誠がいましていろんな、まあの議論といいますかねこの石丸さんにターゲットポイントをこう当てていたんですけどもまあ石丸さんすごくね誠心、えー、誠意話を聞いてうなずきながらうんうんと聞きながらちゃんと答えておりました。 でたけしさんがこうやって言ったわけなんですけどもまあこんなことも含めてですねあの番組の印象としては石丸さんにこうね悪意を持つような印象じゃないですよねパッと見た人はへーっていうのはこんな感じねこんな印象を持う,うような番組構成になってましたで今度はウェブ記事なんですけどもいつか首相に石丸慎二氏独占インタビューって書いてあるでしょでこのね表題と言いますか題目見てもわかるかと思うんですけどもこの記事も悪い印象は一切しないんですよ石丸さんの幼少期はどうでしたかああこうこうこうだったんですへー黒い したんですね。なるほど素敵ですね。首相とか考えてるんですか。さあ今後どうなるでしょうってそういうまとめ方なんですよ。例えばこれね。 二つ上に兄がいて、自分は次男。体操服とかお下がりで、何もかも二番手のおまけ的な立ち位置。自分の存在を確認するためにも頑張らないと,と思っていました。とか、ほら、どうですか。この話を聞いて悪印象を持つ人はいないですよね。だから頑張ったんだと。で、しかもね、家がそんなにこう裕福ではないと、まあ、貧乏に近かったから苦労したんだっていう、そういうイメージがこう出てきますよ。で、人を愛したことはありますか。彼女がいたことはあります。ただ結婚も別にしたくないとは思わないけども、絶対したわけでもない感じです。女の子の子 とか自分の欲にには屈ししないようにしてますそれよりも自分のキャリアとか仕事のことを考えたいのでと。ということでこの辺の質問もやっぱりこうやってぶっ込んできますと「へーっていうふうになりますよね。ああそうなんだ彼女いたんだでも仕事を取ったんだというねそんな感じねそしてそこから都知事選に出馬して2位になった4年後の都知事選はどうしますか今から明言するのは難しいですがもし立候補したら当選する確信はありますと。はい大本命ということでこの前のこれはミートアップの生ライブ配信と同 同じことを言っておりますよねはいでも別にこれもそうな悪い印象はありません。でうんぬんという形でこうやって続いていくんですけども結論としては悪い印象は持たないと。で この手の記事がね、急に増え出しましたね。だからこれは今後、テレビなんかにコメンテーターとか、これゲストね、結構出てきますよ。一時はあんなもんテレビで使えるか、みたいな、そんな意見もあったんですけど、ちょっとこれ変わりましたね。これやっぱり間違いなく出てきます。で、知名度をずっと維持したまんま、これは都政かね、国政かなんかわかりませんけども、出てくるんでしょう。ただ、たけしの TV タックルでは、僕は国政はちょっと考えてない。で、あとはね、大竹誠とか、あととかね、まあ、他の人も言ってましたけども、石丸さんは国政には 向いていないと でこれ理由っていうのはこれ簡単でして他の人と仲間と徒党組んだりとかねそういうのは無理だとあなた一人で首長になってそう一匹狼でやんないと無理だよねってことを言って石丸さんもなんか納得した顔をしてましたこれまさにそうですよねこの彼のタイプを見ていると信徒を作ってみんな調整してね、うん、人の顔を伺って、ね、やってなんか面倒を見るっていうの雰囲気しないですもんだからこれは首長じゃないと無理じゃないかと国政なんかに行ったら一議員として埋没して終わりだっていうねそういう話なんです でさらに、ね、こんな記事もあったんですよ。えー、と記事はご紹介しませんがある記事でこの方、熊高さんかな、あそうですね、この方紹介してたんです、で彼、誰かと言いますと、安芸高田市の市議会議員でございまして、YouTube もやってるんですが、ね、YouTube が軒、ね、並み10万回とか20万回とか、そういう再生数です。 だから私もええー、と思って記事を読んだり YouTube ちょっと見たんですけどもでこの人にインタビューがあったんですねでねこんな立ち位置なんです最初はあの石丸市長が来た時には他の市議と同じ印象でいやーなんだこの人はと完全に懐疑的に思っていたうーんと思ってたらしいんですけども2年目3年目あたりかなそのあたりになってくると石丸さんの政策というのがあそういうことかとなるほどなるほどこの人はこういうことを考えてるんだってことが分かっ きたということで反石石丸丸から新石丸に、ね、転換してるんですでその人を記事として掲載して、えー、紹介してるわけですからやっぱり石丸さんの好感度はこれ上げる方向にいっているわけでしょ。うーんと思ったんですよね。 いかがです石丸さん、まあ、どうなるかね、全く未知数なんですけども、最近ちょっとね、こういうね、手のひら返しをして、もう一回手のひら返しをして、少し上げてきたところで、石丸さん、これでね、水平飛行に行くような気がいたします。まあ、私もね、チェックしていきますけども、まあね、今のところはそんな大きな変化はないと思いますので、また面白い話があったら、ちょんとね、これ、取り上げたいと思っております。さあ、お次なんですけども、あのね、うん、ちょっと冒頭のあのね、奇妙なっていうのは、本当うん、ちょっと微妙な表現なんですけども、もう一回ここで説明しますね。ここに フェアイズトモヤというねこういうサイト見てください動画ねまだ2本しか上がってないんですよで旅好きな日本人時は金なりだから賢く無駄に過ごしましょうとえこ,のこの彼のね自己紹介もこれだけなんですだから私としてはああもう旅チャンネル大好きなもんですからあまた何か新しい人が旅チャンネル立ち上げてをどっか行ったんだなぁと思ってねパッと見ていたんですけどもあの他の人とで全く違うね非常に異なる点がありましてえ一 一発目に行ってるのが、このウイグルのね、こううるむちになるんです。いや、めったにいないでしょ。一歩も上げるんだったら、韓国行きましたとかね、台北行きましたって、わーい、リゾートこれいいでしょうとか言いながら動画を上げる人は今、どん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 いますけども、一発目に中国を上げる人、でしかもですよ、北京、上海じゃなくて、いきなりウイグルに入って一本目に上げる人って、そうそういると思いないんです。だから私ね、え、何なんだろうなと思うね。えだからこれが奇妙だと。あ、いいですか。別にねトモヤさんが どううののことかね疑ってるとかね、そういうあれじゃなくて、珍しいなと思って見ていたんですよ。で、このね、二本ある、この右の方がまずはここからスタートしておりまして、1万円の寝台列車で、新疆ウイグル自治区行きますと。で、前の方はこれ、ともやさんかな。で、後ろの人はね、先輩と呼んでましたから、まあまあ、そういうね、間柄なんでしょう。で、この1本目の動画では、これ、約50分なんですけども、この生徒西駅からこうね、出発しまして、ずっとこの寝台列車に乗っていったと。で、中でね、いろいろ いろんな人と触れ合って良かったな。楽しかったなということで、何ら問題なくこうやって終わっていくというね。そういう動画なんです。ただ、あのあのこれ、何回も言いますけども、別にこの智也さんがね。なんか疑ってるとかあのそういうんじゃないんですが。ただファットな、ね、頭によぎったのが。 あこれ新疆ウイグル地区にねずっと行ってカメラをバーッと回してねこんなことをなんか簡単にできるのかなっていうね疑問がふと湧いたんですよで,でも皆さんもそう思いませんなんでこんなことができるんだろうなとねふっと思ったんですでこのトモヤさんなんですけどもこれ動画見ればわかりますけども中国語が極めて堪能なんですですからえまあ自分はねこう日本人で書いて,書いてありましたけどもまあ日本人でえ中国語を一生懸命勉強して習得してよし いろんなとこ行ってみようってやったのかひょっとしたらねもともと中国人で日本人に帰化してという過程かそれは分かりませんまあでもねうんまあ言葉からするとま生っ粋のというのもまあ日本人かなと思うんですけどもまあ中国は非常に好きなんでしょうねで旅動画を上げるにあたってじゃあまず中国行こうとただ中国で上海とか北京じゃみんなやってて面白くねえとだったら思い切ってこれ新疆のウイグル自治区に行ってみようじゃないか。 とというう経緯かなとも思うんですよで2本目の動画なんですけどもこれはねウルムチについて、まあ、こういう形でウーパーかなタクシーかな乗っていってこの運転手さんとも非常にこうねあの親しげにもう普通に会話をするんですよ。 でこの運転手さんもこの中でね日本の演歌なんか流してくれちゃいまして、えー、ずっとやってるでさらにはねこう食事に行きましてねあ環境も美しい都市ですねとか言いながらあとはね後ろに女性がいますけどもうん美女がいるので緊張しちゃいましたとでこうあの彼女も笑ってますでねあのまあこれはワンシーンなんですけどもこのシーンもそうですしあとは街中の雰囲気とかねあの んか違和感がないって言ったらおかしいんですけどもあのやっぱり私としてはねなんかウイグル地区で自由にこうね動画を回してカメラを回していやそれ大丈夫なのかなと思っちゃうんですけども撮ってる内容にねあのー、何でしょう皆さんにもちょっと後で紹介したいんですけどもなん違和感ないんですよねものすごく自然な動画なもんですからああこれはたまたまそういう地区なのかな とかねあとは動画撮影して誰か警官にねこれ何で撮ってんだよなんてこう注意されたとかなそんな節もなかったもんですからあそういうことはないのかなといや私分かりませんからねこのウイグルの地区よくわからないんですけども一般的に、えー、我々日本人が持ってるイメージとしてはなんかすごくね自由に撮影できていますしあとはねあの人々の表情はめちゃくちゃ自然なんですよこれ北朝鮮だったらすぐわかるでしょあこれやらせだと準備されてんなってわかるんですけどもこのね動画を見てもらうといや僕が見て た限りではそんな雰囲気はまっ。 くしないんですよごくごく普通の旅動画に仕上がってるもんですから逆にね何なんだろうなっていうね疑問がすんごいあの湧いてきているんですよねでこれ url にをねこれえっと最後のあのほら概要欄に貼っときますから皆さんも見てくださいでもう1回最後に繰り返しますけどねなんかと皆さんがどうのこうのって私歌振ってるわけじゃないんですよねただ純粋になんでウイグル地区をこんなにね簡単に撮れるんだろうとなんかねそうやって自由に旅行できてこう撮影できるというねなんかあのテクニック とか許可があるんだったら私ぜひね知りたいんですよそれをねでそういうのがあったら私もね行ってみたいと思ってるぐらいだもんですからあぜひですねなんか友谷さんねそういうことを紹介してくれるなといいと思いますでまあせっかくこうやって紹介しましたんで皆さんちょっとね見てあげてみてくださいで皆さんもねいろいろ感想を持つと思いますのでうんまたね、えー、ここのコメントに寄せていただければと思いますはい今日の動画良かったと思う方いいねボタンそしてチャンネル登録お願いいたします またラジオ日本人のゆかりチャンネル2もですね、えー、絶好調でこれ放映しておりますのでこちらも概要欄に URL を貼っておきます。